があるあの道路タイプの道路、みんなわかる、伝わります？自転車ここに通ろうねみたいな、あの自転車の絵が書いてある道の端っこに書いてある道あるじゃん。でそこ走ればいいのに、歩道走ってさ、なんかぶつかってそのままぶち切れてどっか行っちゃってさ、当て逃げされたと思って。そう、右腕自転車の人とぶつかった。そう、まあでも夜ねえ、でもさえもイヤホンして歩いててさ、後ろから自転車来てるの気づいてなかったけど、でも歩道走ってるのが悪くない？こんばんは。まあ別にあのさえが転んだりとか別にね、そうだからさえさびっくりしすぎてさ、なんかぶつかって自転車の人がんだよみたいな言った、ちょっとさイヤホンしたから何て言ってたか分かんないんだけど、なんかぶち切れそのままさーって言ったから、車道走ってくださいって叫んじゃった。止まんないから相手。そう、叫んじゃった、思わず。そういう思いのほかたくましい感じの対応しちゃった。キャーとかじゃなかった。でも警察呼ばなきゃって言ってもさ、もうだって走ってっちゃってるし、暗いから顔見えてないしさ、車と違ってナンバーないからもう絶対に分かんないじゃん、相手が誰だったかなんて。だからもういいやと思って、別にさ怪我してないし。いやー監視カメラ無理だろうね。だってもう結構暗い、もうだってこの時間だからもう結構真っ暗よ。そうそうそう、こんばんは。そうさっきなのよ、さっき、マジでさっき、この帰宅中、さっきっていうかもう帰宅中だね。だからまあ8時から9時の間ぐらい。あーバーン、バイクが通りました。こんばんは。そう、普通に逃げるんだと思って。事故って本当に逃げる人初めて見たと思ってさ、なんかそっちのびっくりの方が強かったわ、自分がぶつかられたことより。あ、人間って本当に逃げるんやみたいな、悪いことしたっていう認識ないねやと思って、ないやってちょっと思っちゃった。まあでも怪我は何もしてないし、転んでもないんで別に大丈夫です。よいしょ、あ、ゴミ袋ここにセットしてたわ。よいしょ、よいしょっと、こんばんは。なんでみんなも自転車には気をつけましょう。ひらりんさんゲストありがとう。こんばんは。みんなも自転車には気をつけよう。こんばんは。いや別に役には入ってないです。小学校の時車道走ってたら後ろからタクシーに煽られてこけた。チャリ？かわいそう。でも小学生は自転車歩道走っていいですけどね。13歳か14歳までは歩道走っていいですけどね、チャリ。そう、こんばんは。一応年齢制限あった気がする。今日はお稽古ですか？そうです、今日はみっちりみっちり8時間
稽古してきました。みっちりだね。こんばんは。結構ね、上捨てはね大変なんですよ。なので疲れた。なんかあの何、達成感のある疲労、なんかあー疲れたじゃなくて、あー疲れたって感じで、気持ちが良いですね。晩ご飯ね食べました。お家帰ってきてちょっとサクッと食べて今配信してます。今回の現場はマジで楽しい。そう、なんかセリフ覚えそんなに今回苦しまなかったな。あ、やつさんギフトありがとうございます。28日金曜日の上下草津のチケット買って、あ、ありがとうございます。みんなぜひ来てくれ。こんばんは。本当にまあでもね、すげえシビアなことを言うとね、誰がどのくらいチケット売れたかみたいなのがね出るんだよね。辛い。社会とはそういうものです。こんばんは。でも本当にね、今回なんかセリフ覚えあんま苦しんでないから、だからセリフ覚え前より早くなった、確実に。確実にね。あ、わかんない、今回の作品は扱い数出るかわかんないけど、基本でも舞台は出ますね。今回のチケットの売り方がわからん。誰か選ぶタイプだった、みんな買った人。なんかで傘こなしてるって言ったらまだ4、5本目とかでしょ。家族の話、ジョン・マイ・ラブ、2番目でもいいの、キスバイ、今回とか。申し込みの時に誰推しかって項目あった。あ、やっぱそれでさ測ってんだよ、誰はどれぐらい集客できたかって。うわ、それどれぐらい集客してんだろう。多分事務所の人は知ってるけど、私のところまでその情報が基本来ないから、どれぐらい集客できてるのかわかんないや。よいしょ、こんばんは。さや、登山行ったけど雨で登らなかった。でもさや登山あんまり楽しみじゃなかったからラッキーって思ってた。そう、こんばんは。今呼ばれたら収穫力があるということ。いやー、それとはまた別かな。それとはまた別かな。よいしょ、こんばんは。物販の販売員は多分やんないと思うよ。何も言われてない。あー眠くなってきた。急にご飯食べてさ一定時間経つと急に眠くなる。10分15分経つと急に眠くなるんだよな。眠いかもしれん。今日帰りの電車ねめっちゃ眠かったんですよ。そう、行きも眠かったけど、なんでだろう、今日結構寝たと思うんだけどな。最近ね睡眠とってもとっても眠たいね、不思議だ。そう、胃袋にね、そう血流取られてて今脳に足りないから眠くなってきた。
舞台どこでやるんですか。品川のね、立光会ホールってとこでやります。調べてみてください。乗客殺で。こんばんは。今回の役者さんからなんて呼ばれてるの、まだあんま名前呼ばれてないかな。眠い。でも今日はなんか本当に頭使った気がする。なんかさ、今日投資だったんだけど、それなんか1回しか確認してないところとかばっかだったの。1回っていうのはその稽古を1回つけてもらったってわけじゃなくて、本当にさらっとここ、こうやって動いて、こうやって動いて、こうやって動くよ、じゃあ次のシーンみたいなとこばっかで、マジで気が気じゃなかったね。なんかもう思い出しながらやってた。どうやって動いたっけ、難かったな。あ、そう、台本見つかった。稽古場に置きっぱなしだった。そう、稽古場に置きっぱなしだったんで台本見つかりました。公開ホールにはお世話になるのは2回目かな。立公開ホールでやること多いよね。なんか他のメンバーの舞台とかもそうだけど、まあちょっとアクセスはまあちょっと絶妙ですけど、ちょっと駅から歩くし、なんかその駅もちょっとなんか JR とかじゃないからな、ちょっと行きづらいんですけど、まあ皆さんお気をつけてお越しください。まだお席ありますからね。さやは台本どうやって暗記する。私は口に出して自分が出した声を耳から聞いて耳で覚える。そうタイプですね。こんばんは。こんばんは。新メンバーから近いっけ、なんかもう忘れちゃった。リコカオル久しぶりすぎて。こんばんは。実践タイプか。でも台本ってみんなそうじゃない。書いて覚えるのは効率悪いし、まあ書いて覚える人もいるって言うけど、やっぱ口に出すのと書くのではタイムが違うからさ、書くと時間かかるし、基本口に出したりするときって音だから、みんなでも言って覚えるんじゃない。言わないで覚える人いないと思うけど、まあ人それぞれね、覚え方全然違うけど。そうでもそれね、割と音とか感覚で覚えるんですよ。その視界とか、この景色の時これ言うなとかさ、この音聞こえたらこれ言うなみたいな、なんか相手のセリフも文字として認識するっていうよりは音として聞くって感じ。台本覚えるとダンス覚えるのどっちが覚えやすい？台本かな。なんか台本って寝っ転がってても覚えられるけど、ダンスって体を動かさないと踊れ覚えられないじゃん。だから楽なのは台本覚える方が楽。ダンスは本当にね覚えられないんだよ。さやはあーでも定期テストは景色で覚えてたかな。教科書、教科書で、あ、この辺にこれ書いてあったなみたいな覚え方してた。教科書ってさ、書くじゃん。だからその音で出さないから、書く
ためには目で覚えなきゃいけないから、そう学校のテストは教科書を目で覚えてたね。そう短期記憶だけど。やばい眠い。最近マジでショールームの時間短すぎてさ、いっぱいやろうと思ってるんだけどさ、眠気に勝てないんだよね最近。まだちょっと今月後半はなげみに配信したいところではある。でも後半も結構詰め詰めだな。サニーは夜覚えるタイプ？朝覚えるタイプ？夜覚えるタイプ。夜寝る前にやって寝て定着させるタイプですね。暗記系はでも夜じゃない？夜やって寝て朝もう一回確認するって感じかな。だからがっつりな夜。暗記系は夜がいいって言いますよね。体が睡眠をしてる。なんか本当にね眠いんだよね。そう最近寝てるのに不思議だぜ。お疲れ様です、ありがとう。そう配信中目閉じると寝落ちするんで本当にね目閉じないようにしなきゃいけない。こんばんは。それはそう、でも今日雨降っててさ、なんか今日雨降るってね朝天気予報見てってたから、防水っていうかさ撥水、撥水の雨が浸透しないタイプの上着を着て、靴は防水のレインシューズみたいなやつ履いて、あれも防水っていうか撥水だけど、で傘ちゃんと持ってこう雨に降られる準備をしてったから帰り全然快適だったけど、そう雨って大変だなと思った。こんな準備しなきゃいけないのかと思って。つなちゃんギフトありがとう。こんばんは。ね、今日上着ないと絶対寒かった。今日だってさ半袖着てる、半袖っていうかまあ半袖の XL とか着てるから ほぼ五分丈ぐらいの袖肘ぐらいまであるんだけど、これの上にその撥水のちょっと薄いジャンパー、寒かったもんねちょっとね。全然あの歩いてたからちょうどよかったけど、あれでこう誰かと待ち合わせで外立てたりしたら多分寒かったね。いやーね、雨の日はやっぱ冷えますな。雨の日は冷えます、しょうがないけど。こんばんは。でも明日はまたねちょっと曇りぐらいに収まるらしいので、まあ今晩辛抱って感じですかね。ちょっと眠いので終わっていいですか。こんばんは。ちょっと眠いかもしれないマジで。ちょっとまた明日頑張ろう。ありがとうございました。ランキング見ます。急な終わり。13位ケンケンさんありがとうございます。12位ハレンチさんありがとうございます。11位ピエノマンさんありがとうございます。10位キャロンさんありがとうございます。9位マタリンさんありがとうございます。8位オロロさんありがとうございます。7位トモトさんありがとうございます。6位カボチャ先生ありがとうございます。5位ヤスさんありがとうございます。バイコトさんありがとうございます。3位ヤチさんありがとうございます。2位ヒラリンさんありがとうございます。1位はトメさんありがとうございます。イエーイ、みんなお付き合いありがとうございました。今日は閉店ガラガラです。眠いてか湿気で髪の毛終わってたけど、みんな見に来てくれてありがとう。また明日。
お会いしましょう。おやすみ。バイバーイ。